4月終わりまして、和美さんの中でこの新戦力というかニューフェイスというか、こんなピッチャーでもバッターでもいいんですけど、こんな人いいなと思った選手いたら挙げてもらえますか。まあ、僕はピッチャー投手出身なんで、やっぱりピッチャーに目線が行ってしまいますから、まあ、まずまあパッとこう頭に浮かぶのは、まあ、中日の高橋宏斗、やっぱ高卒2年目で、去年2軍戦で解説時の彼が投げてる時があってですね、もうまっすぐ1本なんですよ、まあ、多分そういう方針だったと思うんですけど、まあボコボコ打たれましたけど、もうそのもうまっすぐをしっかり投げ切るっていうことをやっぱ1年目からやらせてるんで、まあ、それが今年のこの開幕ローテーション入ってからの、まあ、その立浪監督がやっぱ若い選手を積極的に使ってるっていうのはもちろんありますけど、まあ、でもその彼の武器であるそのまっすぐをね、本当に目いっぱい投げ切れてるっていうのは、まあ、昨年1年間ファームでこう誓ってきたものが出てるのかなと思いますし、まあ、そこで、彼もそのまっすぐフォークもいいフォークがあるん で、あとはスライダーであったりとか、まあ、そういったところも彼の魅力なんで、まあ、今パッと浮かぶのは中日の高橋宏斗と、まあ、まっすぐはやっぱちょっと一級品ですね、セリーグではそうですね、はい、せっかくなんでパリーグもじゃないですか。パリーグですね、パリーグもどうですかね、パリーグはね、やっぱ結構パリーグが解説することが多いんで、面白いなと思ったのは、まあ、西武のドラフト1位2位コンビの左投手ですね、隅田と佐藤、この2人は面白いなっていう、まあ、ちょっとタイプが似てるようで、ちょっとまた違うっていうような感じなんで、まあ、これも、ホークス戦に投げてきて結構ホークス打線もこう抑えられてたんで、まあ、今後この2人はすごく楽しみかなっていう感じはしますね。今年西武はピッチャー陣結構いいんでね、面白い存在になるかなと思いますね。1位2位を左左ってこう、うん、選んだところのその西武の方針っていうんですか、そこもなんかすごいなと思ったんですけど。そうですね。だから去年のそのドラフト後、やっぱどの評論家の方もやっぱ西武のドラフトの評価高かったじゃないですか。もうまあ他の僕はスカウトの方ともお話しさせてもらった時に、やっぱ西武いいドラフトしたわ今年って言うてるスカウトの方もいたんで、もうそれがしっかり今開幕してまだ1ヶ月ちょっとですけど、それは数字としてというかその形としてこう出てるのかなっていう、まあそのすごく勝ち星をこうね上げてるっていうわけではないかもしれないですけど、もう今後が非常に楽しみな、本当にいいドラフトをしたんやなっていう感じは受けましたけどね、はい。最後にですね、あんまり他のばっかり聞いてるとちょっと和美さんもかわいそうなんで、うん、ソフトバンクに愛のある言葉を。ソフトバンクですか。ソフトバンクに愛のある言葉なんかいい話題ありますか。怪我せずに頑張れいや、怪我して俺が言うんだったありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございました。